寒っ。5度。いや、これ冬どうなるんやっていう話ですけど、まあ今日も出勤でございます。出発。いやー、もう愛媛の朝、まあこれこっちの人からするとね、まあ松山とは4度ぐらい違うよという話もあるぐらいちょっと寒いでございますね。山に囲まれてるんで、まあ、僕が住んでる地域っていうのはなんか風がね冷たいんですよね。降りてくる風っていうのかな、それがもうめちゃめちゃ冷たくてたまんない。でエアコンが1台しかないですから、それをつけてもまあうーんって感じですね。何かしらの野生動物の亡骸が道路に横たわっていますが、さて皆さん大好きなね、ダーツのグッズがいっぱいあるんですよ。綺麗ですよ、ギアもエアーもね、こうやって見ると、まあ、バレルも置いてありますね、マッチョさん、ビッグダディ、ビッグダディこいつね、でおすすめのデモリッションね、マッチョさんのやつもね好きなんですけどね、うん、めちゃくちゃいいと思う。いやー、もうダーツ投げるのにきつい時期がやってきましたね。もう本当に。最近ね、こういう突っ張り棒を60、僕の目線、僕がこうやって構えた時の目線の、まあ、この辺かな、60が隠れるような高さでこの突っ張り棒を立ててですね投げてます。これは何でかって言ったら、まあ、下につくっていうことが、まあ、結構僕のスティールダーツの、まあ、刺さりでは、まあ、不利なことが多くて、まあ、できれば上に刺したいっていう気持ちと、その60を隠すことによって、そのターゲットを意識せずに、投げれる、入れようとせずにフォームを作っていける、そしてその無意識に、上に飛ばせれるような感覚を身につけたいと思って、最近こういう突っ張り棒をつけてやってます。まあいろいろ練習方法はあるとは思うんですけど、僕は結構ねこういうものを使ったりとか、
ただ投げるっていうことだけじゃなくてね、いろんなことを取り入れて、自分のダートを作っていきたいなと思っています。もうほんとね、最近、下手っぴになってきたので、いろいろ考えてね、ダートしなきゃなと思って、練習してます。じゃあちょっと、時間なんで、5時半まで、仕事、してきます。まあ、残業あるかもわかんないけど、また終わった時に。さて、終わりましたよ。木曜日終了。